ここは。すごい。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。これも数百年前に建造されたものなのか。ここからの目測だと深さ500ワージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティア、どうした。大丈夫、真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のこと。昔いた場所、共和国の生誕にあったっていう教団のロッジのことだ。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて、ケデイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる。最低の連中ね。どうりで神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのために。そして俺たちの帰りを待っているキーヤのためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん、熱血野郎と言いたいところだが、まあ、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらう。私もの敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。私たちも力を貸すわ。全力で君たちを支援する。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、ロイド・バニングス以下4名。同じく遊撃士協会所属、エステル・ブライト以下2名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。
大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。やっと。任せて。チャンスです、皆さん。お願いします。おう、了解。あっ。はっ。データ収集、終了しました。よし、セット。私とダッサゴいきます。えい、おっしゃ、you
し、一気に行くぞ。は今だわ。任せろ。ああ私の番です。ここです。敵集団撃破しました。私の番です。そこです。
任せてくれ。やっと援護する。私の番。さてと、ここです。敵集団撃破しました。先制可能。俺の番だ。任せて。任せろ。まあこんなもんかね。敵出現。面倒くさいな。さて、そこ。私の番です。任せろ。私の番です。そこだ。俺の番だな。よし、えいっ、や、これが俺たちの力だ。先制可能。始めましょう。行くぞ。エイッディア。私の場、ここ。ここだ。さてと。おっしゃ。さてと。
行くぞ。セイト。さて、そこ。任せろ。接近、注意してください。ああ任せてくれ。いや俺の番だな。つい任せて。私の番です。あ、よし、かかってきやがれ。よし、セイハ、任せろ。任せて、そこ。私の番です。あ、
この辺りは近代的な設備が入っているわね。そのヨアヒムって人が改築させたのかしら。多分そうだ。グノーシスを完成させるための研究設備かもしれない。なるほど。病院にその設備がなかった以上可能性は高いかもしれないね。誰か来ます。あんたたち、ここにも嫌がったか。あなたたち、おとなしく投降しな。いくら薬で強くなったってこの人数相手に。様子が何か変です。現象があるのは聞いたことがあるけれど、気絶している。かなり衰弱してるけど命に別状はなさそうだな。よかった。おそらくこれもグノーシスの力か、精神の変容が肉体まで影響したのかもしれません。おいおい、めちゃくちゃすぎんだろう。いくらろくでなしどもとはいえこんな目に遭わせるか。その弱姫ってやつ絶対に許せないわね。ああ、とりあえずこの一帯を調べてみよう。教団に関する情報が手に入るかもしれない。ええ、わかった。
さて、そこ行きます。あ、行くぜ。数年前に財団が開発した情報処理システムが今となっては旧式ですが、当時は相当高価だったはずで、多分ミラはハルトの議長に用意したんでしょうね。ああ、いずれそのあたりも徹底的に洗う必要がありそうだな。ディオ、他に何かは？はい、どうやらこの端末では各駅のロックの解除と情報の閲覧ができるようです。もっとも情報は一部しか残っていないようですが。十分だ。さあ、ヨアヒム先生が残したものか。教団についての概要が残されているみたいだけど、しかしところどころ読めなくなってるな。おそらく意図的に削除したのだと思います。データの復旧は難しいかもしれませんね。でもここで消されてるのって必要教会とかエイドスよね。間違いないだろ。それ以外にも気になる単語が削除されているみたいだけど。
の番だ。ダメです。
けるか。なんとかしないと。負けるか。負けられない。まだやれる。負けられない。負けるか。そんな援護する。まだやれる。まだやれる。負けるか。負けるか。エンディア。負けるか。みんな大丈夫？まだやれる。まだやれる。負けるか。まだやれる。援護する。負けるか。まだやれる。負けるか。まだやれる。まだやれる。負けるか。まだやれる。まだやれる。援護する。修行の成果だな。よし。やっ、行きます。ここです。任せて。そこ。おっしゃ。ついI'm gonna make it.
そこだ。さてと、えい。任せろ。あ、よし。よっ、いや。構いつけろ。さて。おっしゃ、ふう、よし、えいっ、これが俺たちの力だ。クレロマソウ、聞いたことのない名前だな。私も聞き覚えがありません。戻ったらデータベースで調べてみる必要がありそうですね。速攻で蹴りをつける。俺の番だな。任せてくれ。えいっと、任せろ。
行きます。あ、そこだ、任せてくれ。エイッティア、エイッ、任せろ。あ、まあこんなもんかね。よし、やっと。任せて。おっしゃ、つい行きます。あ、さてと。あ、よし、もう大丈夫だ。俺の番だな。セイハッ、私とだれ。おっしゃ、はっ、私の番だ。俺の番だな。やっと、えっ、ふぅ、なんとかなったわね。よし、セイティア、任せて。そこ、はい、そこです。おっしゃ、ズイ、俺の番だな。セイティア、行くぜ。あ、任せてくれ。よっ、ディア、えい、やっ、行きます、えい。俺の番だな。おととい来やがれってな。さあ、かかってこい。ああ、任せてくれ。ああ、任せろ。エニグマクロウ。はい。エニグマクロウ。俺の番だな。
どうやら教団にとって最高機密にあたる情報みたいです。この巫女っていうのはキーヤと IBC ビルに現れたヨアヒム先生が正直妄想の類としか思えないような口ぶりでしたけど、いずれにせよこの情報は直接本人から聞くしかなさそうだ。
きます。えい、任せろ。あ、俺の番だな。せい、あ、さて、行きます。ここです。俺の番だな。ふん、俺の番だな。あ、これはまさか血の池。いや、血の匂いじゃねえな。随分と怪しげな液体みてえだが、ひょっとしたら何かの排水かもしれません。ちょうどこの上の設備で無能質を大量に製造していたみたいですし。確かに色は違いますが、あの薬と似た匂いを感じます。毒性は強くなさそうですが、
直接触れない方がいいかと。わかった、足元。そうよね、こんな量がここまで見た目が似てると精神的にめげずに先に進むしかないわね。ああ、俺の番だな。はい、えい、えい、はい、行くぜ。私の番で、えい。俺の番だな。ちょろいぜ。
して行方不明になった。あんたらは。ガンツさん、ご無事で何よりです。警察の兄ちゃんたち、助けに来てくれたのか。本当に私たち出られるの。それはどうやらあれが扉の開閉装置みたいだね。向こう側にもあるからとっとと開いちゃいましょう。ああ、は出られない。すみません、自分たちも敵の目を盗んで。魔獣に操られたマフィアが辺りをうろうろしている。この遺跡もそうだが、町までの安全も保証できない。しばらくここで救援を待っていただく方がいいかと。どうしてこんなことに。じきに混乱が収まれば警官隊も駆けつけると思います。遊撃士協会も全面的に事態の収拾に協力しています。みんなのことは絶対に助けるから、どうか安心して。わかった。私たちもできるだけの協力をさせてもらおう。
行くぞ。アイト、任せてくれ。やっは。さて、はっ。さてと。あ。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。はい。え。ふっ。あ。はっ。やっ。まあ、こんなもんかね。
んとかなったわね。よし、一気に行くぞ。セイッハッ。
任せて。行きます。あ、行くぜ。あ、行くぞ。私の番ね。行きます。えい、おっしゃ。ふん、任せてくれ。さあ、いや、任せて。そこ、お、行きます。そこです。おっしゃー、ふん。まあ、こんなもんかね。行くぞ、みんな。お、よし。私の番です。エニグマ駆動。任せろ。私の番ね。そこ。お返しよ。やっと。
です。マジかよ。なんとかしないと。俺の番だな。エミフラ、駆動。私の番です。
ほら。助かりました。さて。行くぜ。ほら。ありがとう。それ。可能始めましょう。はい、チャンスだ。よし、絡みかけるぞ。分かった。オッケーです。そう、ここです。任せて。
っしゃ。さてと、えい。敵集団撃破しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。エニフラ、駆動。さて、そこ。さてと、エニフラ駆動。俺の番だな。バックを取られた。気をつけろ。お返しよ。行くぞ。みんな、一旦引くぞ。それ。ええ。みんな、ごきげんよう。先制可能。始めましょう。はい、よし。さあ、いや。私の番ね。さてと。ドライブ開始。任せろ。つい。行くぞ。や、いや。さて。俺の番。ふん。ここも牢屋か。こちらは誰もいないみたいだけど。いえ。誰かい？マルコーニ会長。え？あのルバーチェンは？お前たちどこか。お前らは特務支援課のガキども。何？
バルザオーク様を台無しにしたら順だか。別に台無しにするつもりはありません。いずれにしても自業自得ではないかと。へえ、黙れ。お前たちのせいでわしは議長の機嫌を損ねて危ない橋を渡ることに。全ては貴様らのせいだ。ものすごい責任転嫁っぷりね。ヨアヒム氏と共謀していたわけではないと言い張るつもりね。もちろんだとは。もしし、まさかあんな恐ろしい薬。最初は潜在能力を高める薬という話だった。英雄への襲撃も成功して、みんな競い合って服用したが、昨日の夜服用した連中の様子が全員それでこんなことに。それどころか化け物みたいになったやつもエイドスよ。我らの罪をお許しください。なるほど。これで分かったら、わしも被害者の一人なのだ。とっととここを開けて安全な場所に連れて帰って。ふざけるな。元凶は確かにヨアヒムだろう。だがあんたたちに責任がないと言わせるものか。市民たちに薬を流したのは他ならぬあんたたちだろうが。それはその狙いも分かっている。グノーシスに危険がないか市民を使ってテストしたんだろう。あわよくば販売ルートに確保して抗争後には広めようとすらした。違うか。今度ばかりはあなた方をかばう議員は現れない。ハルトの議長に至ってはヨアヒム氏との関係についていくつももう後ろ盾はなくなったと覚悟した方がいいでしょうね。ま、それはともかくガルシアのおっさんはどうしたの。てっきり一緒に捕まってるものと思ったが。若頭は最後までヨアヒムに抵抗していた。だが化け物になった仲間たちに力ずくで抑え込まれて、その後は見かけていない。ちょっと心配ですね。ねえロイド君、この牢屋の扉どうするつもり。このままにしておいたらちょっと危険な気もするし、かといって扉を開けたら逃げられちゃうかもしれないし。ああ正直難しい判断。僕たちは君の判断に従う。さすがに遊撃士が守るべき民間人とは言いにくいからね。は生優しくない。ふん、わしに差し込んでて貴様らも用済みだ。ちょっと行きましょう。なあ先を急ごう。
おっしゃー、つい。それ。行きます。えい。
俺の番だな。エイクシア。私の番ね。そこ。任せろ。おととい来やがるってな。セクシア。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。バカさ。はい。いや。そこ。行きます。えい。任せろ。よし、エイト。任せて。そこ。さあ、先を急ぎましょう。行くぜ。おーし、上げていこうぜ。ああ、任せてくれ。まだだ。あ、まだやれる。セイハ。なんとかしないと。みんな大丈夫？ピンチです。マジかよ。そんな。ピンチです。
そこです。まだやれる。やっと。まだやれる。なんとかしないと。負けるか。援護する。ピンチです。ダメダメです。まだやれる。まだやれる。負けるか。負けるか。すまない、みんな。俺の番だな。行くぜ。
し、さあ、いや任せて、はい、そこです、行くぜ、俺の番だな、俺の番だな、うん、やっ任せてくれ、さて、私の番です、そこです、俺の番だな、ご機嫌よう。
敵接近、狙い撃つわ。行くぞ。それ。みんなごきげんよう。
メキ先生、気をつけて。わかった。お返しよ。お返しよ。行くぞ。みんな、一旦引くぞ。それ。任せて。みんな、ごきげんよう。
俺の番だな。えいっはっ。任せろ。ふん。俺の番だな。援護する。はい。データ収集終了しました。よし、上げていこうぜ。はい、任せて、みんな。ごきげんよう。やっや。よっしゃ、畳みかけるぞ。よっしゃ、次。はい。あ。データ収集終了。